Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, it goes. I lost all feeling from my life. 前に送ったボール、クエンカを抑えて関口、体を入れて松岡。昨シーズンまでのトスは基本的にはカウンター、本当に持ち味でした。やっぱり大崎のところに、ね、内側からちょっとずれました。ジュニオルサントス、これは松岡が粘った粘った。長いが突破する、長い長い。ただ松岡の対応です。松岡の対応いいですね。長谷川が行く、長谷川、松岡が止めに行く、止めた松岡。この辺のプレス、札幌早くなりましたね、はい、前からハイプレスをかけている今シーズンの札幌。もうちょっと最悪ですよね。強かった、ディエゴ・オリベイラ倒された。セカンドボールを狙っていた赤崎、途中交代のシミッチ行く。ここでミスが出たか、いや、マテウスもかなくではないかと。そうですね。ここは松岡、まあ、ここでインターセプト、まあ、ボールを奪った後にこの斜めのボールが素晴らしかったです。ああいうかは、ただこれは松岡状況判断が非常にいいですからね、はい、効果的な攻撃。さあこれでプレス開始。うまいですね、やっています。さあサンタラ松岡、サンタラに疲れていますが落ち着いて、さあこぼれたボールは荒木が反応、早かった。松岡です、松岡かわす、松浦来た、松浦だ、ポスト1ミー、これはブロック、超決定機でした。クンドルダミアン、小林優だ、戻した田中を、ナイスブロック、松岡です。いやー素晴らしいブロックでしたね。これが次節以降へつなげます。松岡運んでいく、縦パス入った、まだ模索中ですね、はい、ハーフラインも超えません。トスですが長いボール、裏一発上がっていく。今度は松岡、前にレンゾロペス、中に入ってきた、シュート。今シーズンのトスから考えるとちょっとうまく拾えてないかなっていう感じはしますけどね。ね、さあ本田、本田、本田、さあここは樋口が運んで、樋口のシュート。松岡顔出してくる、中には4人、松岡からのボール、ヘディング決まった、松岡のシュート。さあヘディング、シュミット・ダニエル、まあ、結構ここ最近はね存在感見せていただけにね、ちょっとこう中津意外な面からでしたけども、はい、やっぱエドワルドとかああいう枠入れてくるじゃないですか、ああいうの相手からするとすごく嫌なんですね。ここは松岡頑張った。さあこの松岡のプレーに拍手が送られる、はい、続いてみれば、まあ、改めてその若い力ですね。そうですね、そしてまたもちろんトスでプレーが一つ楽しみだというところになる林、まあ、ここを残していきます。そしてその林に渡る、今みたいにセットプレーも含めてゴールを奪えるようなことになって全部が5点を踏み始めてるかなっていうのが今のトスになってますね。花崎また打ちましたですね。ゴリゴリ来るのがようやく出てきました。あミドルシュートは、でそこ三つ丸目指そうっていうところは少しこう後半になって修正していく、まあ、リアルタイムでは一つ一つのプレーにリアクションがあるという。そして松岡リアクションし3点目、おーいいパス、あここは松岡からのインパスが通った、いいの松岡先頭、先頭だ。ここ松岡ね、いきますよね。小泉もう一度もらって、前田、前田倒れて、岡崎、阿部、うお寄せが早いと。オリベイラです、ディエゴ・オリベイラ。ここは松岡のディフェンス、スパが控えている、戻して田中、エリアの中、高木戻して、デサバと松岡切る。今度は名古屋、前追い越していった前田。
お松岡のところで前につける。松岡が寄せに行く。松岡取った。さあここで1対1になるか。松岡前を見てシュートに行った。ここは大きく